森安ジャパン、あれを特訓、アジア制覇に資格なし。1月12日に開幕するアジアカップへ向けてカタール入りしている日本代表派なのか、全体練習を行った、1時間ほどのトレーニングを終えると全員で PK 戦の練習を実施。戦闘どうにかしないとな、高校サッカーも強い方が PK で負ける。みんな記憶薄まってるがクロアチア戦の PK って、世界歴第1位レベルのひどさだったよな。欧州でも J でも高校サッカーでもあんなひどいの見たことないわ。1番竹、2番遠藤、3番富安、4番森田、5番堂安。これなら多分負けない。負けても諦めがつく。遠藤だけ決めて負けそう。堂安、久保、浅野、上田、伊藤、これで行くべき。いい加減コマの葉許してやれよ。ゴールキーパーが全部止めや勝てる。